私は東京高校生平和ゼミナール高校3年の田原千尋です。私たち東京高校生平和ゼミナールでは、声を上げよう高校生署名という日本政府に核兵器禁止条約への署名批准を求める署名を始めました。私たちは8月8日に全国高校生平和集会をオンラインで開催し、東京の平和ゼミナールだけでなく、愛知や大阪、広島などの高校生とも協力して取り組むことを確認しました。10月10日には平和ゼミナールで初めて街頭での署名活動を行い、70筆を集めることができました。署名活動をしている中で、核兵器はなくしていかなくてはいけないという意見や、日本政府に条約に参加してほしいという声を多く聞きます。私たち高校生が同年代の小学生や中学生、高校生に呼びかけることで、核兵器問題は私たち若い世代こそが考えていかなくてはいけない課題であると伝えることができます。未だに約1万3000発の核兵器が世界に存在し、その中でも約4000発の核兵器がすぐに使える状態にあると言われ、常に核の脅威と隣り合わせです。高校生は18歳になると選挙権を手にします。そのような時期に一つの社会問題にして考え、声を上げることは被験者になるための一歩になるのではないでしょうか。総選挙が間近に迫っています。18歳選挙権を得て初めての総選挙がここまで重要な選挙になると思っていませんでした。立憲民主党と共産党が政権協力の合意をしたことはとても画期的であると思います。2015年に日本が戦争に参加することを可能にする安保法制が強行されて以来、市民と野党が紆余曲折をしながらも新しい政権の実現を訴えてきた成果であると思います。私は安保法制が強行されたことから、平和な社会は当たり前にあるのではなく、自分たちで掴み取っていかなくてはいけないものであると実感しました。各党の政策を見ていて、特に私は気候危機やジェンダー平等の問題に注目しています。この2つの問題は今すぐにでも取り組むべき課題であり、若者の関心もとても強いと思います。気候危機はこれからの未来を生きていく私たちに共通する課題であり、私の周りにも自分事として考えている友人が多くいます。ジェンダー平等では選択的夫婦別姓の実現を求める若者が多くいるにもかかわらず、岸田首相は議論をしようともしていません。また野党4党首の共通政策の合意では、核兵器禁止条約を批准することを目指しています。条約への参加を求める声は世界中で広がっています。各保有国であるイギリスやフランスでも国民の5割、6割が参加を求め、日本でも8割が条約への参加を求めています。このような国民の声を反映させる政治にするためには、今の自公政権では絶対に実現できません。ご一緒に頑張っていきましょう。